ピン芸人のヒロ奥村です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、はい、今日19日は、はい、M1 の、放送日でございまして、あ、今日だ。今日です。うわー、すげーな。我が SMA から錦鯉さんが、はい、ねえ、はい、もうこの番組でゆかりの、いや、もうゆかりどころか、もう5年正則さんがやってらっしゃったり、とんでもなく、深いね、縁の錦鯉さんなんですけど、ね、あの M1 グランプリの、はい、今すごくその番組が力いろんなことを入れてて、うんうんうん、で YouTube もめちゃくちゃ力入れてるんですよ、 M1 グランプリが。あ、俺知ってるかもしんない。予選のね動画上げたりもするんですけど、うん、その放送の決勝を盛り上げるために、あの宮本さんを使って4分間の動画をね、はいはいはい、上げてたんですけど、なんとその4分間にねファイナリストをもうめちゃくちゃその出したりとか、予選の後ろ姿見せたりとかかっこいいんですけど、うん、最後の一言、4分の最後の一言の締めが、はい、錦鯉隆さんの最高の大会にしようぜで終わるんですよ。あれもすごかったっすよ。そう、俺も見た、結構ツイッターで評判になってて、はい、もうなんか涙が出ましたからさもうすっごい評判良くてさ何を泣かせに来てんねんと思ったんですけど、ほんとほんとほんと、はい、でね、うん、宮本さんの歌がまたね、はい、いいんですよ。あれでも前のやつのなんていうかまた再起用というか、はい、このために別に作ったわけじゃないんですよね。うわ、そうですね。でもあれがぴったりで、はい、ぴったりで、しかもあんだけいる中で最後高橋さんの一言でそうそう、あれはすごいね。かっこいいですね。ただ僕は2回ぐらいしか見てないですけど、正則さんか喋ってはりましたかね、あの動画映ってはいるけどね喋ってはいなかった、喋ってるのはなかったような気がしますね。皆さん M1 ぜひ要チェックでございます。はい、見てください。さあ、それでは先生、本日は今月ついていない人必見、2021年12月後半運勢巻き返し法。はい、まあ後半になるとね、はい、恒例のコーナーでございますけども、前半やってみ、暮らしてみて、なんかどうもいまいちだなと思う方はですね、後半に、ちょうどこう今こういうことをやっとくと巻き返しができるぞというね、後半に関して、対しての巻き返し方法の伝授ということでございます。はい、はい、で12月はですね、食べ物で開運するんですが、ほうほう、いつもの、食べ物開運とはまた別に、はい、特に運が悪かった人だけの、やり方ですけれども、うん、大根食べてください。はあ、大根、はい、大根はもう料理の仕方山ほどありますので、そうですね、はい、いかようにでももうね、生でサラダで食べていただいてもいいですし、うん、煮ても確かに、焼くってのも一応あるんですよね。煮ても焼いてももう何でも OK でございますので、はい、いいですね、はい、まあ体にも悪いことはないですからね、うん、ということで、まあ普通にお食事していただいてると思いますけれども、はい、特になんか不調を感じた方は、うん、大根にこう気を使ってというかね、気をつけて食べていただくと、巻き返しになると思います。いい、大根いいです ね、おでんでもいいですね。いいですね。ね、なんか私がやった1週間飛んでるけど、前の週の時も、はい、なんか飯テロで終わったような気がするんだけどさ、なんか食いてーってので終わったような気がするんですけどね。そうですね、飯の話で今週も始まるということで、そうです、もうそこを引き継いで、何が好きですか、大根料理やと。大根はね、はい、なんだっけ、ブリ大根美味しいですよ、ね、ああいいですね、ブリと一緒にね、炊くやつとか大好きですね。大好きです。あと、はい、まあ本当その大根ステーキって割とこう洒落てて、はいはいはい、いい感じですよね。いいですね、あんまないですもんね。そうですね、うん、なんか昔貝原雄山が高級なの、はい、大根ステーキ作るっていうので、はい、なんかすごい高級肉で、はい、その取った出汁というかその肉汁で大根を煮て、ほうほうほう、でただそれだけのために肉を全部使って、であとただそれを焼くっていうだけの、はい、一見大根なんだけど食べるとまるでこう高級ステーキを食ってるような味がするというのをやっていて、やってみたいなと思ってるわけですが、貧乏症の僕らしたらじゃあ肉食べさせてほしいっていうところもちょっとそっちの肉はまたこっちで使いますから、でもまあ大根のあれがあるんでしょうね。そういうことみたいで、僕は大根おろしが大好きです。おお、シンプルイズベスト、はい、シンプルイズベスト、うん、はい、家でずっとやらされてましたけどもその後大根おろし食べれるということがもう幸せでやってましたね。なるほどな、皆さんもいろいろついてなかった人大根で、巻き返してみてください。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日もご覧ください。 M1 どうなるのかお楽しみに。楽しみです。楽しみです。また明日。